質問、ガーゼオーマって何ですか？回答、ガーゼが体の中に残ってしまった状態です。手術の時に使用する血液などを含む布をガーゼと言います。ガーゼを体の中に忘れてそのまま傷を閉じてしまった状態がガーゼオーマと言われたりします。このオーマというのは医学では腫瘍とか塊みたいな意味で使われていて、ガーゼオーマイコールガーゼの塊という意味なんですね。メラの最上級魔法であるメラゾーマはメラの塊という意味があるのかもしれないですね。ちなみにメラは炎がメラメラ燃えるのメラから来ているみたいです。ちなみにキャドの語源は氷が冷たくて触るとヒヤッとするからなどと言われています。このガーゼオーマについての質問をたくさんもらうのですが、実際僕が10年以上医師として働いていてもこのガーゼオーマという言葉は日米通して一度も聞いたことありませんでした。僕のレベルがまだまだ足りないのかもしれません。レベルアップするためにももっと経験値を稼いでいきますよ。メラ、キャド、ただ僕は外科医なので伝説の勇者ロトじゃなくて経験数の術者ヒロトを目指そうと思います。ちょっとヒヤッとしてきましたか？その他の質問はコメントへ。